さあ、それでは2016年数学 1A の第4問の、ね、解説をしていきたいと思います。この問題ね、まあ、センター特有というか、なんかセンターらしい出し方って言えばいいのかな、聞き方って言えばいいのかな。ちょっと見ていくと、不定方程式 92x プラス 197y イコール1を満たす整数 xy の組の中で、 x の絶対値が最小のものは x イコール i、 y イコール上っていうふうに書いてあるんだけれども、なんとなくさ、ね、問題の最初の方ってすぐに答えが出るようなイメージもあるじゃないですか。で、特にヒントも書いてないので、あ、これ簡単に出るんだろうなっていうふうに勘違いしがちなんだけれども、これね、実を言うと、この i、上を出すにあたっては、結構な計算が必要になります。結構な計算がこれ必要なんですよ。なんだけれども、これを見てしまうと、なんか、パッと出そうな気がするので、簡単な問題のはずなんで全然出ねえじゃねえか、これ、みたいな感じでね、悩む人もいたんじゃないのかなと思うんですね。これはですね、センター特有のそのタイムラインのズレって私は呼んでるんですけれども、タイムラインがあってですね、まあ、簡単に言うと、本来は計算こんぐらい必要なのに、この記述見るともうこんぐらいで済むように見えてしまうわけですよ。なので、このズレの部分をね、しっかりと修復をしていかないといけなくって、こんだけしか問題文書いてないんだけれども、本当は計算量これぐらい必要だよねっていうのはね、しっかりとこれ見抜かないと、少しね、戸惑ってしまったんじゃないのかなと思います。で、実際ちょっとやっていきますね。一次不定方程式 92x プラス 197y イコール1というものが与えられているわけですね。いいですか？で、今から何をするのかっていうと、これを満たす、よいしょ。を満たす整数の組 xy を何でもいいから一つ見つけるっていう作業がまず必要になります。いいですか？何でもいいんです。整数 xy の組何でもいいから一個見つけるわけです。で、見つけようと思うんだけれども、簡単な不定方程式だったら、これがすぐにね、x イコールなんとか、y イコールなんとかっていうふうにペンペンって出てきたりとかするわけですよ。なんだけれども、数字がね、ここの x の係数、y の係数の数字が大きくなっていくと、これ途端にですね、これイコール1を見つけるの結構めんどくさくなってくるんですね。実際この問題見た時にさ、x と y これイコール1になるようなもの何かありますかって言われて、もうものすごい勘が鋭い人とかだったらね、x イコール15、y イコールマイナス7なんて出てくるのかもしれないけれども、なかなかこれ簡単には見つからないわけですよ。いいですか？なので、これが見つけると。見つけたいんだけれども、これが見つからないときには何を考えればいいのかっていうと、ユークリッドの誤処方を使うわけですね。ユークッドって書いちゃった。ユークリッドの誤処方を使って、これを見つけるっていう作業が必要になるわけですね。で、これを見つけるにあたってなんだけれども、ちょっとね、当たり前のところをもう一回だけ整理をしておきます。はい、a÷b が q 余り r というものになってたとしますと。で、こうした場合、a はって言われたら、割った数かける小足す余り。これで出てくるの大丈夫ですか？これで出てくるの大丈夫ですか？ 13÷4 をしたら、3余り1とかってなった場合、13は 4×3 足す1だよねということね。OK。で、これと同じ理屈で、r はっていうふうに言われたら、r は r イコールに直したかったら、この bq を左辺に移行して a-bq ってしてしまえばいいですよね。OK。簡単に言うと、ここからだったら1イコール 13-4×3 って作れるよねってことです。いいですか？これを使って、今から、この整数 xy の組を1個見つけに行きましょう。いいですか？ポイントはどこにあるのかっていうと、ユークリッドの誤処方ってどんなものなのかっていうと、こいつは最大公約数を見つけるツールなわけです。最大公約数を機械的に求めるツールがユークリッドの誤処方なわけです。今、92と197っていう2つの数字を見ると、どういうふうなことがわかるのかっていうと、この2つって互いに素ですよね。互いに素になってるわけです。こっちがいきますよ。92と197は互いに素になってるわけですね。互いに素ってことはどういうことなのかっていうと、互いに素ってことは最大公約数が1ってことですよね。あ、GCM って最大公約数って意味ね。OK。最大公約数が1だっていうふうに言えるわけです。ということは、ユークリッドの誤助法を使って、197と92の最大公約数を求めるぞって求めていったら、絶対に1ってものが出てくるはずなんだよな。いいですか？それをですね、ちょっと確認をしていきます。197÷92をしてみてください。その2余り13というふうになります。2余り13です。
さあ197と92の最大公約数は92と13の最大公約数と一緒になるわけなので、今度は92÷13をしてあげます。そうすると7余り1というふうに出てくるはずですね。いいですか。これをうまく使っていくわけです。いいですか。さあさっきやったことを思い出してくださいね。割った数、割られた数と割る数があって、小と余りがあるんだけど、余りイコールに直した場合、割られた数字から小と割った数の積を引き算すればいいわけですね。 OK。 一旦こっち戻りますよ。このお話ですよ、このお話ですよ。92÷13をしたら7余り1でした。1は92-13×7でいいよねっていう話ね。いいですか。こっちもう一回戻ります。はい、同じ理屈でこっちですね。13イコールに直してあげると、これが 197-92×2 でいいわけですね。 92×2 でいいと。よろしいですか。そうすると今ここに1っていう数字があるわけですよ。ここに92があります。ここに13っていう数字があるんだけど、13っていうのは 197-92×2 でいいわけなので、これで書き換えてしまいましょう。いいですか。そうするとどうなるのかっていうと、1イコール92-13の部分は 197-92×2 書き換えておいて、197-92×2 で書き換えて ×7 ね、×7 です。いいですか。これを展開していきます。92と197、この2つだけはしっかりと残したまま計算していくと、はい、92×何になるのかを見ていくと、ここ 92×1 がありますね。消えてるけど ×1 ですよ。はい、こっちはマイナス92×2×7 ですから、これは 92×14 になってるはずですよね。 OK。 こっち 92×1 があるので、2つ合わせたら 92×15 になるはずだよな。いいですか。はい、こっちマイナス197×7 ですから、プラス 197×-7 というふうになるはずですよね。いいですか。できたね、できたね。何ができたんですか。俺たちは最初にやりたかったことが 92x+197y イコール1を満たすような xy 整数 xy の組を何でもいいから1個見つけたかったんですよ。ほら出てきたね、出てきたね。ここが15で、ここがマイナス7だった場合、15でマイナス7だった場合、これ1になるわけでしょ。イコール1になるわけですよね。OK。ということで、一組出てきましたよね。よろしいですか。はい、ということで、あとはもうおしまいです。ここの方程式があって、今ここに15とマイナス7という一つが見つかったから、ここから先は普通に一次不定方程式の解き方をやっていきましょう。一次不定方程式の解き方ね、もう決まりきってますので、型は決まってますので、しっかりとね、教科書等々で確認をしておくようにしてください。92×15+197×-7=1 だとね、こういうふうに15と -7 って代入したものをこれ上下並べるわけです。並べてからどうするのかっていうと、引くんですよ、引くんです。そうすると、これ9292で共通因数でくくれるから、x-15 になると。x-15 ですね。OK。足すことの197でくくって、y-7 ですから、y+7 ですね。y+7 だと。で、1-1でこれ0になりますよねと。よろしいですか。さあ、どん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 ゴール近づいてきましたよ。いきましょうか。そうすると92×x-15=197×y+7 と、こういうふうにね、見ることができるはずですよね。いいですか。そうすると y-15 っていうのはどういうふうに表せるのかっていうと、これって右辺見てみると197の倍数になってるわけなんだから、 197×整数ですからね、こいつが絶対に 197×何とかになってるはずですよねと。 OK ですか。で、同じ理屈で考えていくと、これ197、197で約分してあげると、-y+7 は 92k だっていうふうに言えるはずですよね。 OK。 こいつが何になってるのかっていうと、マイナス y プラス7が 92k になってるはずですよね。
OK。ということで、マイナスの部分移行してあげれば、こいつがマイナス 92K だってことが分かるはずですよね。いいですか？大丈夫ですか？ということで、今何が分かったのかっていうと、X マイナス15が 197K と表せ、Y プラス7がマイナス 92K と表せたわけですよね。いいですか？ということで何が分かったのかっていうと、 X は何ですかって言われたら、マイナス15移行して 197K プラス15というふうになるし、 Y はって言われたらプラス7移行してあげて、マイナス 92K プラあマイナス7というふうになるはずですね。当然この K は整数ですからね。 K は整数ですからね。 OK。 ということで X と Y を解くこと、この一次不定方程式を解くことができました。やっとあいうえなわけです。いいですか？だから結構ね、これね、解くのに時間がかかる問題なんです。本当に解こうと思ったらね。いいですか？そこを躊躇せずに、ああなるほど、これってそういうもんなんだなっていうふうに理解をして、ここに来るまでで5分ぐらい。7割目指す人だったならば7分から8分ぐらいかかってもいいですけれども、いずれにせよやっぱり5分6分ぐらいでね、このところまで行ってほしかったかなと思います。で、はい、やっていきましょうか。 XI の組の中で X の絶対値が最小のものはっていうのを考えていきなさいと。 X の絶対値が最小なんだけれども、 K にどんな値を代入していけば X の絶対値が一番小さくなるのかとね。例えば K に1とか2とか3とか代入したら、197+15、197×2×15 とかになるわけですよね。Okay、もしマイナス1とか入れたならば、マイナス197+15とかになるわけだから、絶対値はものすごくでかくなるはずだな。いいですか？じゃあどうすればいいですか？絶対値が一番小さくなるのは K が何の時ですか？0の時ですよね。 K が0だったならば X が15っていうふうになると、 K が0だったならば Y はマイナス7となりますよね。OK。 ということで、 あいうえに入る答えが15とマイナス7になったわけですね。こっち行きます。よいしょ。はい、ということで K イコール0の時、絶対値の X は最小になりますね。ということで XY の組み合わせは15とマイナス7というふうになったわけですね。これがあいうえの答えになります。であると。で、その後ですね、不定方程式 92X+197Y=10、ね、さっきまでイコール1だったのが10になったわけですね。これを満たす整数 XY の組の中で X の絶対値が最小のものはと。いいですか？92X+197Y=10 を考えろと言ってるわけですよ。いいですか？ね、さっきね、この XY イコール1を見つけるのにだいぶ苦労したのに、今度はイコール10になってると。また同じようにユークリッドの誤助法を使わなきゃいけないのかと。そんなことする必要ないわけですね。こっち行きますよ。いいですか？結局の話、これがイコール10になっただけじゃないですか。いいですか？ってことはどうすればいいんですか？イコール10になったってことは、これイコール10にしたかったらどうすればいいんですか？全部10倍すればいいじゃないですか。ですよね。これ10倍、15を10倍すると。マイナス7も10倍にすると。で、1も10倍にしてあげれば、これ統合成立したままですよね。OK。ということで、これどういうふうに考えればいいのかっていうと、結局はさっきやった問題を全部15倍したもの、150。足す 197×-70、イコール10にしてあげればいいと。いいですか？で、同じようにまた引き算っていうふうにやっていくわけです。いいですか？そうするともうね、オチが大体分かってくるんだよな。 92×X-150 足す 197×Y+70 イコール0でしょ？こっち側行きますよ。いいですか？イコール0の部分は何も変わってなくって、ここが150、ここが70に変わっただけですよね。いいですか？ということは、ここが150、ここが70に変わるだけですよね。ここが150、ここが70に変わるだけですね。ここが150、ここが70に変わるだけですよね。ですから、はい、これより何が分かるのかっていうと、 XY はさっき縦で書いてたから縦で書いた方がいいかな。これ2行入りますか？こことここギリ入ります。 OK です。 X が 197K
足す150に変わって y がこれ入ってます OK ですね。マイナス 92k マイナス70になってるはずですね。ギリセーフですかね、大丈夫ですかね。はい、というふうになっていると、この状況で何でしたっけ、x の絶対値が最小のものを考えなさいと、さっきみたいに考えて k が、0で考えると197は消えるんだが150になると、もうちょっとちっちゃくできないかなと、k イコール1234っていくとどん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 増えていくからダメですね。 k が0の時が150です。 k がマイナス1の時どうなります？マイナス1の時はマイナス1になったらマイナス197足す150ですからマイナス47になりますよね。OK。そしたら、絶対値取ったら47ですから、これが一番ちっちゃいはずだな。いいね。なので、k イコールマイナス1の時、マイナス1の時に、x の絶対値が一番ちっちゃくなりますから、はい、k イコールマイナス1を代入してみてください。マイナス1入れると、マイナス197プラス150ですから、x はマイナス47で、y が k にマイナス1を入れると、92引く70ですから、22ですね。はい、ということで、おかき空けの部分ですが、マイナス47と22というふうになるわけですね。よろしいでしょうか。はい、なので、この問題ね、たった2問しかないんだけれども、やる計算量はものすごく多かったわけです。ですから、ちょっとね、なんて言えばいいのかな、戸惑った人もいたのかなと思うんですね。センターでこういうの結構あるんですよ。なんか問題文がすごい短いからすぐに答え出そうに見えるんだけれども、実際は結構計算しなきゃいけないと、そういうふうなことがね、まあまあありますので、しっかりとね、自分がいつも解くんだったらどういうふうに解いてたっけっていうその解き方を、しっかりとね、確認をしておいてもらえれば悩むことなくね、スムーズにいけたのかなと思います。ここにたどり着くまでで大体10分ぐらいですかね。10分ぐらい、10分切ってたらね、9割乗る時間帯なのかなと思います。最後の問題いきましょう。こっちいきます。さあ、括弧の2番の方、不定方程式とは全く別の問題になっているんですね。で、正直この2問はまあおまけみたいなもので、2つ合わせて5分ぐらいで終わるのかなと思います。やっていきましょうか。で、まず2進法で11011と表されているものは4進法で表すとですか。まずこいつを10進法で表してみます。いいですか。2進法からいきなり4進法にするっていうのは結構大変なので、まずはですね、こいつを10進法で直します。そもそもこれね、2進法の流れってどうなってるのかっていうと、これが1の位、2の位、2の2乗の位、2の3乗の位、2の4乗の位ですから、2の、4乗が1つ足す2の3乗が、1つで、2の2乗はなくて2の1乗が1つ、2の0乗は1が1つあるわけですね。OK。こいつを計算しましょうと。で、そうすると、何になるのかな、これな。16足す8足す、0足す2足す1ですか。はい、これを全部足してみてください。そしたら27になるのかな。27と。合ってるよね。ですね。はい。10進法で27という数字になるはずです。これをさらに4進法で表すんです。4進法で表すんです。さあ、4進法で表すときどうするんだったか。10進法で表されたものを N 進法で表すときには、はい、27をその N で割っていくんですね。はい。27割る4をしたら、6余り。3ですね。6余り3と。こういうふうに書いていくわけですね。6余り3と。で、今度は6を割ると。そしたら1余り2っていう風になりますね。割り切れなくなったら終了です。そしてこの順番に並べてあげればおしまいです。はい、こいつが123で4進法という風になるわけですね。いいですか。はい、ですので計算の量としてはね、実はそんな難しいものでもないので、だいたい2分から3分ぐらいですかね、で終わらせてほしいかなと思います。よろしいでしょうか。さて最後ですね、次の0から5の6進法の小数のうち、10進法で表すと有限小数として表されるものはどういうものですかと、こっちがいきますね。これ一個一個調べていくしかないんですけれども、そんなに調べるのも難しくはないわけですよ。いいですか。ほにゃらら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 というふうに続いているわけなんですが、これが6進法ですか。それぞれ見ていくと、ここ何の位ですか、ここ何の位ですか。ここは6のマイナス1乗の位なんですよ。いいですか。6進法で表されている数字ちょっと書いておきましょうか。何でもいいんだけれども、1542.3
3105(6)とかっていうふうになってた場合、まず何が言えるのかっていうと、こいつ1の位です。1の位。こいつ6の1乗の位です。これ6の2乗の位、6の3乗の位なんですよ。いいですか。で、これ1の位っていうふうには言ってるんだけれども、言い方変えればこれって、よいしょ。6の0乗の位なんですね。いいですか。6の0乗の位、6の1乗、6の1乗、6の3乗なわけですよ。3、2、1、0と来てるわけだから、ここは何になりますかっていうと、0の次なので、6のマイナス1乗の位、6のマイナス2乗、6のマイナス3乗の位なわけです。いいですか？すなわち、こいつは6のマイナス1乗の位だから、6分の1の位なわけですよ。いいですか？じゃあ、これはって言われた？これは？当然、6の2乗分の1の位ですから、36分の1の位ってことですね。OK。じゃあ、ここはって言われたら、当然6の3乗ですから、216分の1の位というふうになってるだけですからね。OK。ということで、これをしっかりと把握した上で、この小数になっているものを見ていくと、まず、0番の、よいしょと、0.3 の6進法ですが、はい、6の、マイナス1乗の位、すなわち6分の1の位に3つ数字があるので6分の 1×3 ですよね。 OK。 2分の1ってことは 0.5 ですから、これ有限小数で表せますので、これ OK ですね。 OK ですか。はい、次1番、1番が 0.4 の6進法ですが、6分の1が4つあるんです。これダメですよね。OK、 3分の2ですから無理ですね。3分のっていうのが消えてくれなきゃいけないですからね。はい、次行きましょうか。 0.33 の6進法です。はい、6分の1が3つ足す6の2マイナス2乗が3つですから、36分の1が3つあるわけです。いいですか。そうするとこれね、もう見てもらえれば分かると思うんだが、こっち2分の1っていうふうになってて 0.5 でいいんだけれども、こっち、これ3で36分の1かける3は12分の1になってしまいますので、こいつが無限小数になってしまいますね。 OK。 はい、ですからこいつは残念ながら有限小数とは言えないと。 OK。 はい、次ですね、これちょっと入らなそうなので向こう側に行きましょうか。0123番ですか。よいしょ。はい、3番が 0.43 の6進法で、はい、6分の1が4つ足す36分の1が3つあるわけですね。 OK ですか。はい、これ、こっちが、無限小数でこっちも無限小数ですが、足したら有限小数になるかもしれないので、ちょっと確認をしていきましょう。はい、こいつ計算すると3分の2か、3分の2足す12分の1、ですから計算すると12分の8足すけど9、4分の3となりますので、4分の3は 0.75 ですから、これ OK ですね。 OK ですから、丸の3番も答えになります。 OK ですか。はい、次丸の4番ですね。 0.033 の6進法ですか。はい、見ていくと、6の、6分の1の位、36分の1の位ですか、36分の1が3つと、ここですね、216分の1が、3つあるわけですね。OK。さあ、こいつも計算しましょうか。216分の1で通分した方が早そうですね。分母分子6倍してあげて、18、3だから21、216分の21ですから、これ約分しても、無駄ですね。これ72分の7とかになるのかな。3で割ったら多分そうですよね。72分の7とかになるんだけれども、72分のっていうふうになっているので、もうこの時点で有限小数じゃないですね。いいですか。有限小数になるっていうのはどういうことなのかっていうと、分母が2のなんとか乗と5のなんとか乗になってないと無理なんですよ。3とか7とか、3素因数に3とか7を含んでたらもう無理なわけですよ。いいですか。はい、なのでもうこの時点で無理ですから、こうやってバツ。最後丸の5番、0.043 の6進法ですか。はい、36分の1が4つと216分の1が3つですか。はい、同じ216分ので通分すると、6進24と3ですか、だから27になるのかな。ですね。
はい、そうすると27ってことは216、27で割れますね。27で割ったら8になるんじゃないかな。ですよね。ということで8分の1になると。8分の1ってことは 0.125 になりますから、こいつは割り切れますね。有限小数になってますね。従ってこいつ OK です。OK。はい、ですから答えが、0番と、3番と5番ですね。順不同ですけれども、0、3、5っていうのが書いてあれば問題なしです。よろしいでしょうか。はい、計算がね、すごくめんどくさかったとは思うんですが、1個あたり20秒から30秒で計算し終わるものですから、まあね、6つ全部計算したとしても、まあ、120秒から、180秒、2、3分でやっぱり終わると思うんですよね。なので、小差しが2、3分で、こっちも2、3分ですから、やっぱり合わせてね、4分から6分、5分前後で解けて欲しかったかなと思います。9割乗っかる人はね、OK ですかね。ということで、整数問題こんな感じでございました。問題数が少ない、のですけれども、計算の量としてはね、結構ボリュームがあったと思いますので、ミスがなかったかどうかね、しっかりと確認をしてみてください。